日本語の乱れ。日本語の乱れとは、規範とされる、日本語と現実の日本語の食い違いを、否定的に捉えた語である。変化や揺らぎとも言う。本来的には、言語は変化するものである。ある時代で、乱れとされたものは、別の時代には使われなくなったり、あるいは広く定着する。基本的な誤りについては、日本語の語用で扱う。なお、 言葉の乱れという価値判断を伴った概念は言語学には存在しないが言語政策等では取り上げられることがある。この違いは記述文法と規範文法という考え方の違いを反映ている。前者の記述文法とは言語学において事実に基づいて記述された文法の法則性、規則性である。従って記述文法における文法的におかしい。 非文法的とされる表現は、実際に、そのような表現が、当該言語に存在しない場合に限られる。一方、後者の言語政策における文法、規範文法は、当該言語話者が従うべき文法とされる。規範文法において、文法的におかしいとされる表現は、言語事実としては存在するが、その仕様が、規範から逸脱して不適切と評価される。後者が、 言葉の乱れに相当するが、これを指摘することへの批判も多々ある。事実、言語は変化して広く受容されていくからである。日本語の乱れという考え方は、近年に始まったことではない。古くは、清少納言が作者とされる、枕の創始にも、若者の言葉の乱れを嘆く一説がある。一般社会では往々にして憂慮される現象だが、日本語学者の間には、 言語は変化するのが当然であり、乱れでなく変化であるという意見が多く見られる。実際、上記の枕草子に批判される、ムズ、ルモ、中世紀に入ると一つの助動詞として定着していくことになる。古い時代の日本語は現代以上に激しく変化し続けてきたとし、昨今言われている日本語の乱れというのは些細なことと考える意見もある。この立場からは、 言葉は生き物などと例えられる。政府の姿勢としては、日本語の変化を多大に悪いことと考えるようなものではなく、変化を容認することもあれば、積極的に日本語を改造することさえある。例えば、1905年、明治38年に、大日本帝国政府は、文法上許容すべき事項を定め、当時の書き言葉に現れていた、従来破格または、 語病と称せられたるものの一部を追認した。この時追認された御用には、例えば、なるもの、挑戦するも果たせずといった表現がある。それぞれ従来は、というもの、挑戦すれども果たせずとしなければ、文法的に誤りだとされていたものだが、これらを御用と認識する人は、現在では少なくなっている。第二次世界大戦後、東洋漢字では、 漢字数の削減と辞代の簡略化を打ち出した。現代金遣いは、それ以前の歴史的金遣いと異なって、文法や語源に関係なく発音通りに表記すること原則とした。1952年、国語審議会によるこれからの敬語では、敬語の簡略化を図った。これらは、古くなった規範文法を変化の事実に合わせて更新した例である。また、 芸術や文芸など表現や創作活動における日本語の使い方は自由であり、そのような活動が言語政策や文化審議会答申による制約を受けることはない。2018年には文化庁の文化審議会国語文化会はコミュニケーションのあり方と言葉遣いを検討し分かり合うための言語コミュニケーションを発表した。 そもそも言語は変化するものであるとし、地域差もあれば、同じことを表現するのに、複数の方法も考えられ、通用しやすい言葉遣いをする必要はあるが、伝統、標準だけが正しいとか、あるいは、自分の基準以外を誤りとみなさず、他者の言葉遣いには、寛容さを求めた。コミュニケーションでは、時には異なりを認め、伸び伸びとした伝え合いが求められる。 金大地春彦は日本語の乱れという考え方にことを唱え、次のような理由から日本語は乱れていないとした。他の指摘によれば、以下である1945年から2006年の総理大臣の演説を見ても時代に伴う日本語の変化に従って女子、女同士の使用に変化が生じている。正しい日本語の想定を批判する立場としては、本来は 市民権を得ている、生きた日本語を想定する必要があるということである。正しい日本語の歴史の問題としては、明治維新後に標準語を話すことを強制していき、1930年代では従わないものに罰を与えたということが挙げられ、このようなイデオロギーの影響を受けてきた規範を求めることは問題がある。現代日本では思想や 表現の自由は憲法によって保障されている。あるいは、再化され、正しくないとされるものが抑圧される構造を生み出す。現代社会では、基本的人権のもとに平等である。コミュニケーション阻害の問題。見るのような上一段活用動詞、食べるのような下一段活用動詞、また、来るの活用の種類である。可変動詞の可能表現としてそれぞれ見れる。 食べれる、来れるとするものは、らを含んでいないということから、ら抜き言葉と呼ばれ、基本的な立場からは御用とされる。ただし、中国、四国地方や東海地方では、古い時期から常用されていた。また五段同士の可能表現では、江戸時代初期にはすでに、読まれる、読めるのような変化が起こっている。見られるが、見れるに変化することで、尊敬や受け身の形との曖昧性がなく、 ナルコから、この形を合理的なものと見る見解もある。歌わせてくださいというべきところを、歌わさせてくださいというように、余分な、差を入れるものを、され言葉、または、さずき言葉と呼ぶ。差、せていただくのような敬語表現に、特徴的に現れる。本来御用であるが、すでに市民権を得たとの見解もある。動作や状態を並列して述べる場合に使われる助詞の、 たりは、たり、たりのように、たりを繰り返す形で用いるのが、本来の語法とされているが、例、本を読んだり、音楽を聴いたりして、近年は、本来の用法が守られず、後ろの、たりを落として用いられる傾向がある。例、本を読んだり音楽を聴いて、たりたりの語法が守られない背景には、前の、たりとの間に、様々な節が入り長い文章になったとき、たりたり、 の語感が薄れる傾向があることや、類似事例の存在を暗示する、たりプラスするの用法が、たりたり、に転した結果、並立助詞としての機能と、曖昧な例示のとして、機能の使い分けが厳密に運用されなくなったことが、考えられる。戦前の文学作品には否定表現を伴わずに、すっかり、非常にといった意味で、全然が用いられる例が多く見られる。全然違う、全然ダメ。 全然反対、全然別など、全然に就職される後に否定的な要素が含まれたものも古くから使われている。戦後になって、全然ないなどと後ろに否定表現を伴うのが、正しく肯定表で使用するのは間違いだという考えが広まった。最近では、戦前の肯定文での用法を認めようという動きが見られ、研究者の間でも、 否定を伴う必要はないという見解が有力である。丁寧な断定の助動詞ですが、形容詞や動詞に接続することが誤った、用法とされることがある。しかし、どちらも古くからある形である。例えば、田山かたい、布団、1907には、良いですよ、困るですなどが多く使われている。このうち、面白いですのように形容詞に接続したものについては、 1952年の国語審議会、これからの敬語が容認した。ただし、過去の場合、面白いでしたはあまり用いられず、面白かったですが普通である。動詞に接続したものについては、これからの敬語でも認められず、ですの接続は、おかしいという感覚を持つものが現在でも多いが、井上文雄は、将来的には、動詞も含めて、すべてに、 ですがつくようになるだろうと予測している。なお近年は、すという形が一部で用いられるが、これは品種を問わず接続する。とんでもないは、全体で一つの形容詞であるから、とんでもございませんは誤りで、とんでもないことでございますなどと言わなければならないと、されることがあるが、2007年の文化審議会による、敬語の指針にて容認された。とんでもないは、形容詞の、とでもない。 とでもなしに、発音便に類推する、んが付加されて生じた語であるという説がある、また、とんでもないの、ないは、前置されたこそ、とんでもに対し、そのような状態にあるという意味を付加して、語全体を形容詞化する設備字であり、打ち消しの意味を持たないという説がある。2004年の明教国語辞典では、語法欄で、とんでもありません、とんでもございませんの形でも使うと述べた。 同時点編集委員で、筑波大学教授の矢沢正人は、とんでもないの、ないの源をたどれば、形容詞の、ないであるとし、文法的にはこれを、ありませんや、ございませんに置き換える理由は、それなりにあり、とんでもありません。とんでもございませんが文法に誤りだということはないと、している。仮に、とんでもないが一言であれば、丁寧型は、とんでもの、ございますのはずだが、 それでは、変なので、とんでもない私は、分解を許す形であり、とんが、もともと名詞性の語だと仮定すれば、とんでもございませんはあり得る形だと、敬語の専門家で、東京大学教授の菊池康人は述べている。文化庁国語科は、社会で広く使われてきた表現として、とんでもございませんはこれから、さらに定着していくと考えている。いただくを、 謙譲語とみなせば、聞き手の行動を謙譲語にしている。この表現は、敬語として、誤りとなるため、美味しく召し上がれますが正しいことになる。文化庁国語化による1997年の調査では、この表現が気になると答えたのはわずか1割程度である。井上文夫は、この調査結果から、ここでの、いただくは、すでに謙譲語の意味を失って、 たるの丁寧な言い方になったと判断した。さらに言えば、食べる自体も古くは健常語である。いただくが単に、食べるの丁寧な言い方になったのは、食べるが謙譲語としての意味を失って単に、食うの丁寧な言い方になった歴史の繰り返しである。乗車できませんを尊敬語にする場合、ご乗車になれませんが適切な形で、ご乗車できませんは誤りである。ご乗車いただけません。 ご乗車はできませんも正しい言い方である。同様にかけませんを尊敬語にする場合、お書きになれませんが適切な形で、お書きできませんは誤りである。お、ご、できるという形だと尊敬語ではなく、謙譲語を、お、ご、するの可能型になってしまう。このような表現を一般的に広く使われているものと認めながらも広く使われているからといって、 これを良しとしてしまうと、敬語の二つの大きな柱である、尊敬語と謙譲語の区別ができなくなり、敬語が基本から壊れてしまうとして断固として認めない立場、もる。ご利用されるは、その成り立ちをご利用されると考えることができ、その場合においては、ご利用されるは、尊敬語としてはあり得る形だとされる。ただし、ご利用されるの、ご、さの部分が、ご、 するという謙譲語の形であり、これに、出るという尊敬語がついた謙譲語尊敬語の組み合わせだと見られることなどから、現時点では適切な敬語ではないとする考え方が有力とされる。ご利用になるあるいは利用されるが適切とされる形である。誰かの許可を得て何かをさせていただくわけでない場面で、単にいたすの対応として、 させていただくということ自体を嫌う向きもある。元は近畿地方の表現であり、伝統的に関西では減り下だった遠回しの表現を好む傾向がある。関西ではそれほどさせていただくの多様が問題視されていない。井上文夫はこのような表現が関西から東京へ広まったのは1950年代と考えている。こちらにあります鉛筆で、 のように名詞を修飾する動詞に、マスをつける用法も、厳しい敬語指導書では批判され、NHK でもあまり使わないように指導している。名詞の前の、マスを問題視する立場からは、こちらにある鉛筆で、のように、マスをつけずに言うのが望ましいことになるが、生きた言葉を規制するのは難しく、現実には、マスをつけた言い方も広く聞かれる。超音符号は、 音引きの和脂肪とも呼ばれ、カタカナで用いられる。この超音符号をひらがなに用いるのは、昭和61年国字第1号、現代金遣いの規定により御用とされる。100年以上前の文部省発行の小学校教科書では、ひらがな中の超音符号が正式に採用されていた時期があったが、数年で廃止された。例。行は、い、く、ゆ、く。 行うの二つの訓を持つが、伝用型や過去型では、両者の区分がつかない、いった、いった、行った。このため便宜的に、行うの送り仮名を、行なーとして区別することがある。昭和四十八年内閣告示、送り仮名の付け方において、行うが本則であるが、行うも許容されいる。外来語をカタカナ表記する際の超音符号の有無には、 揺れがある。日本工業規格 JISZ8301 では3文字以上の超音符号を省略するが、文化庁の国語表記の基準では超音符号は省略しない。例。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。